はい、どうも、タネです。ということでございまして、いやいやいや、まだ正直、ライブの余韻、ガンガンに残ってる状態。ただ、今やっぱりこう、なんだろうな、データというか、その、自分の感想的なものとかを、今、瀬取りをね、なんだっけな、Spotify にプレイリスト作って、それを繰り返し聞く中で、ああ、この時こうだったな、だったな、なんていうのを思いながら、まとめる作業をやってるわけで、まあでもね、とはいえそのまあちょっと出すのはもうちょっと先になるかなっていうところで、まだ動画としてはまだしばらく先になるかなとは思うんですけどね。ネタバレがね、するとせっかくね、今後ライブ神奈川大阪行かれる方のためにもね、あえてまだネタバレしないようにしていこうと思っているわけですけど、今日は何の話をするかと言いますと、こちらの話をしてみようということです。ドドン、ブブカー、6月号3期生ですね。はい、まあ、今回のね、そのサードツアーにも3期生は一緒に参加しておりまして、3期生もねやばいよライブ、まあ、そこはまた別の話でというところなんですが、まあ、今回はねこの3期生特集をブブカさんがしておりました。で、全部で30ページかな、30ページかけて、紹介していただいております。で、各メンバーに、全メンバーにねインタビューした記事が載ってるというところなんですけれども、なんでしょうね、いいです。あのどっかのサイトで、ファン必見って書いてましたけど、まさにファン必見と言ったところなんですが、今日はねこれの読んだ感想の話をしようと思います。で、まあ30ページにわたった紹介にはなってて、まあグラビアが結構中心って言えば中心なんですけど、まあ全メンバー、全3期生に同じ質問を多分ほぼされてるのかな。そう。で、それぞれのね、思いとか考え方みたいなのが載ってるんですけど、まあこれね、まずはね、買って読んでほしい。だから今日は僕の感想としてその話をしてみようかなと思うので、この中身に直接触れるというよりは、具体的なそのエピソードとかはまた自分でご確認いただきたいわけですが、まあ今回この桜坂に加入したこの11名で、みんなそれぞれにこう加入した理由っていうのが今回書いてある、オーディションを受けた理由とかもいろいろ書いてあって、でやっぱりこう欅が好きだったとか、まあ、桜に興味を持ったとか、まあ、そういうところが多いんですよね。だけどそれだけじゃない方もやっぱりいらっしゃって、例えば村井さんとかはね、そのまた考え方違ったりとかしてて、でやっぱりこう3期生見てて、その個性豊かに見える11人っていうのをちょっと前にもお話ししたと思うんですけど、やっぱりこう考え方が人それぞれあるグループだなっていうのはこれ見ててすごく感じます。3期生は特にね。でかつやっぱりその辿ってきた感覚がまたそれぞれあるので、見ててそれがすごく魅力的になってるなっていうのを感じました。でこれね、面白かったのがこれね、全メンバーに質問として親御さんたちがそのどういうそのオーディションを受けることに対してどういう心構えだったかみたいなところが書いてあるんですよ。で、ある親御さんはそのなんだろうな、もう全面的に応援するとか、ある親御さんはもう座らしてね、正座させてコンコンと説教して、いやもうそんなやめた方がいいよって諭そうとしたとか、それぞれあるんですよ。でそれがね、またね、なんかその子たちのなんか色になってるというか、本当にこう見ててそれを感じましたね。なんかこれがまた色になって味になってグループとして出てくるとすごく面白くなるだろうななんていうふうに思いましたけど。でまあ
僕はね今その推しとしては中島さんといったところになっているんですけど、まあ、今回そのツアーを見てて遠藤さんも気になりだしたりとかね、でまあミーグリって小田倉さんも気になりだしたりとかね、むちゃくちゃ気になる子が増えてきてるわけですよ。でそうした時にこの小田倉さんという子、あの小学校の頃に1年間に700から800本を読んでたっていう、いや、やばいんですよこれって。だって1日2冊読んでも700いくぐらいですもんね。そうだから1日2冊ペースってことでしょ。僕もともと本読まない人なんでもう考えられない。うん、すごいなと。でもなんかねこの小田倉さんのこのねあの経歴というか、その小学校中学校高校となんかこういろんな人に会ってなんかこういろんな経験を積んで、でそれをまた本で上積みにしていってっていう、なんかねすごいこう積み重ねたものがなんかでかい気がしてますこの子は。それがやっぱりこうそこ作のあの変顔とかにも出てるのかななんてちょっと思ったりとかねしますし、で中島さん中島さんでなんかねユッカーを彷彿させるね、この中身話の中身を読んでいくとね、まあそのお嬢様とかその辺は別にして、その考え方とかその立ち位置とかっていうのがどちらかというとなんかユッカー寄りな気が僕はちょっとしましたね。なんかいじられるお姉さん役、なんかこの中身を読んでもそれを感じさせられました。やっぱそこが魅力に今後もなっていくだろうなっていうのはすごく感じますね。でも決断力を持ってるからこそポジティブにやっていけてるっていうのもあるのかなっていうのは見てて感じましたけどね。やっぱで、あとね、村山さん。村山さんってまあみんなこう個性的だとか言うじゃないですか。で、まあ、ちょっと変わってるよねみたいな位置づけがある。変わってるっていうのはあんまり好きじゃないみたいですね、自分の中でね。自分の中で普通だと思ってる。あの変わってるっていう、まあ、その変っていう表現が正しいかどうかってなるのは、まあそれは主観があるんで何とも言えないんですけど、やっぱり村山さんのこの文章会話を見ててもなんかこう筋はすごい通ってるんですよ自分の中で。だから考え方はまっすぐしてて、そうだからそこがねやっぱりこの文章の中で一貫してるなとは思いましたね。でも彼女の掘り深掘りってどっかで絶対必要にはなると思うんですけど、それが今からすでに楽しみだしね。だからなんだろうな、本当にみんなそれぞれがそれぞれに思いがあって、そのグループに合流してきて、でこの先にどんな形になっていくのかっていうのが本当にこのグループの中での立ち居振る舞いっていうのがいろんな角度でできそうっていうのをこの中身読んでても思うしね。いやこれねむちゃくちゃおもろいっすよ。これ何回で読むみたい。遠藤さんとかもエンリコちゃんとかもね、なんかこう会話しててもなんかすごくこう雰囲気を感じるというか、でなんかこう年下なんだね、妹なんだね、一番末っ子で、なんかそれがグループにそのまま反映されてる感じがして、なんかいい感じだなと思いましたし、小島さんもただのムードメーカーじゃないなっていうのをこれ読んでて思いましたしね。だから今までこう、まあ、Vlog からドキュメンタリー見て、でおもてなし会見てって見てきた彼女たちの雰囲気
とはまた違う一面をこのブブカのインタビューは見せてくれてる気がする。だからそういう意味で言うと、まあ、この3期生ってただでさえこれまでのプロモートで個性っていうものをしっかり見せてきてたんですけど、それがさらになんかこう深くなってきたとか味にコクが出てきたみたいな感覚にさせられました。だからこれね、本当に3期生推しの人たちはまあ買ってるとは思うんですけど、これを見てこれからの桜坂がすごく楽しみになる一冊だと思います。でここに君たちをずっと待っていたっていうサブタイトルがついてるんですけど、これもすごく意味を感じるし、このね、このタイトルが今回、桜坂46 3期生未来地図って書いてあって、あなたはどんなアイドルになりたいですかっていうキャッチコピーが入ってるんですよ。いいねこれね、このねアイドル界に革命を起こした1期生、彼女たちと運命を変えてみせた2期生、そんな偉大な先輩たちが築いたグループに新たに加わった未完成な希望がここにある。ブブカはこの11人の少女が桜坂にたどり着くまでのを紐解くとともに、あえてどこまでもまっすぐな質問を投げかける。あなたはどんなアイドルになりたいですか。まあだからそれこそ買って読んで本当に、金額は1080円です税込み。他の雑誌もだいたい1000円台なんですけど、それにしては安い方だと思います。読み応え抜群ですね、はい。まあ、もちろん他のねアイドルさんとかも入ってはいるんですよ。 SKE さんとか AKB さんとか、あとはソロの方とかね、はい。だからまあ、それも読むのも楽しいと思うんですけど、中結構読むといろいろありますんでね、はい。ほんとね、これ全部でページがねどれぐらいあるのかな、ページ数は書いてないですね。だいたい80ページぐらいあるのかな、それのうちの30ページを割いてくれてるんで、だから3分の1ぐらいがもう3期生っていう雑誌になってますんで、ぜひ読んでみてください。僕も、もうさっきも言いましたけど、その文字を読むのすごく苦手なんですよ。で小説とかもほとんど読まないし、そのなんていうのかな、語彙力もない方だと自分の中では思ってるんですけど、好きなものってやっぱり読めるじゃないですか。で僕小さい時からやっぱりその動物とかが好きだったんで、動物に絡む書物はよく読んでたんですよ。で今このまあもう40になって、なかなかその今からこう何か本を読もうとか小説とか純文学読もうとか、なかなかこう自分の中でちょっと億劫だったりするんですけど、こういうね雑誌の取材とかを読むことでやっぱ語彙力って身につきますよ。もちろんその何て言うのかな、表現能力が伸びるとかそのとは違うとは思うんですけど、言葉の引き出しとかその感情の持っていかせるその言葉の彩りとかっていうのは、こういうインタビュー記事ってすごく強いので、だから本読むのが苦手な人とかでも多分バディーズだったらブブカとかこういうので何回もその文章を読んでみるっていうのはすごく大事だと思います。人が作った文章を読むってやっぱりこうなんていうのかな、心に豊かさを与えてくれると思うんで、アイドル雑誌でもいいじゃないって僕は思っちゃいますね、はい。もしよろしければ皆さんもこの読んだ感想とかでね、まあネタバレしちゃうと売れなくなっちゃうんでそこは考えつつ、でもこの発言はすごく面白かったとかね、それぐらいだったら書いてもいいと思うんで、コメント欄でぜひ教えてください、買った方ね。ちなみにポスターもついてますんでね、はい。ポスター欲しい方は裏表ならしいんで、僕まだちょっと見てないんですけど、裏表
3期生なんで、両方とも飾りたい方は2冊買わないといけなくなりますけどね、はい、ちなみに裏はこち星でございます。いつもこのありがたいのよね、この雑誌の方々って、この桜坂特集すると必ずこち星をこう後ろのこの広告に使っていただいてて、本当にねありがたい限りです。でもこの表紙のね笑顔がみんな素敵ね、いや3期生は本当語り尽くせないね、はい、また僕この後もう一回読み直してみたいです。ということで皆さんは読みましたか？読んでない方ぜひ読んでみましょう。ということで今日はブブカの紹介でした。それではまた次回、バイバイ。